さあ STX クラス今季2度目のポールポジションを獲得されました1号車ヘルムモータースポーツ GTR-GT3 の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそしてドライバーの鳥羽豊選手、平木優也選手、平木玲二選手、さらにエンジニアの磯谷さんも交えましてお話を伺っていきます。はい、改めましておめでとうございます。富士以来の2回目のポールということになりましたけれども、鳥羽選手いいアタックになったんじゃないですか。いや、ありがとうございます。まあでもこの前の練習も含め、路面もすごい暑くなって、まあ、気温も暑かったんで、もうアンダーもオーバーもですごいセットアップに苦しんだんですよね。まあ、そんな中でうちのエンジニアの磯谷が、まあ、いろんなセットアップの提案もしてくれまして、まあ、うちの平木優也と一緒にいろいろと考えてくれて、まあ、最後の最後に本当にいい形でアタックすることができたんで、まあ、自分も本当ドライブしただけですから、まあ、今回エンジニアの磯谷の功績すごく大きかったなと思います。さあ、じゃあ、その磯谷さん、何かちょっと肝一つパチッとはまるセットが見つかったって感じですか。まあ、ちょっとこの、ね、熱い路面温度に対してちょっと難しかったですけど、まあ、ドライバーとうまくコミュニケーションとって、まあ、いいセッティングが出せたと思いますので、まあ、みんなで取ったポールポジションだと思います。素晴らしいコメントですありがとうございます。実際らしさが出てます ね。さあ、Bドライバー、平木優也選手、優也選手も素晴らしいアタックだったと思うんですけれども、こちらの B ドライバートップでした。いかがでしたか、ご自身のアタック。そうですね、鳥羽選手がすごいアタックをするもんで、僕のプレッシャーがもう半端なくてもうドキドキですよね。はい、まあ、それでもご自身トップタイムですから、アタック的には納得いった感じですか。そうですね、本当いい車を用意してもらえたので、本当安心してアタックすることができました。はい、ありがとうございます。さあ、平木玲二選手、はい、まあ決勝も熱くなりそうですけれども、どんな戦いをしましょうか。はい、まあ、そうですね、ここオートパリスすごいタイヤに厳しいサーキットなんで、まあ、ブリヂストンになってからの初めてのレースなんで、まあ、どんな展開がになるかちょっと予想つかないですけど、まあ、今回2人ともすごいいいタイム刻んでくれて、まあ、車もバッチリ仕上がってますんで、まあ明日はいいレースができるかなと思ってます。はい、それでは最後に、鳥羽選手、ファンの皆様に力強い一言お願いいたします。明日頑張りますはい、ありがとうございます。ありがとうございます。 STX クラスのポールポジション、ヘルムモータースポーツ GTR-GT3 の皆さんでした。決勝も期待しています。はい、頑張ってください。STZ クラス今季初のポールポジションを獲得されました885号車シェイドレーシング GR スープラ GT4 エボの皆さんです。おめでとうございます。それではドライバーの広林選手、平中克幸選手、清水英二郎選手に喜びの声を伺っていきます。はい、改めましておめでとうございます。さあ、林選手、すごいいいタイム、いい走りだったんじゃないですか。 A ドライバーでトップでした。まあ、GT ドライバー2人がしっかりセット出してくれるんで、まあ、僕は思い切っていくだけだと思ってます。で、まあ、結果出てよかったです。ありがとうございます。もう本当にね、このスープラ乗り出した頃はちょっと怖い怖いという話だったのが、もう今の発言でも本当に自信に満ちた、そのような、気持ちが伝わってくるんですけれども。そうですね、はい、今年ちょっとトラブル続きで運がなかったんで、なんとかリベンジしたいと思って今回臨んでるんで、結果出てよかったです。はい、さあ、そしてその、タイムを引き継いで、B ドライバー平中選手も B ドライバーの中でもトップタイムということになりました。ご自身の走りいかがだったでしょうか。そうですね、実は林さんのタイムが昨日まで僕も出したことのないようなタイムで、ちょっとね、チームメイトにこんなにプレッシャーかけられるのかというぐらいちょっとしびれちゃう展開だったんですけど、まあ、なんとかタイムも出せましたし、まあ、あとこの地元の、ね、吉田選手になんとかこう負けたくないという気持ちもあったので、そこは、ね、そこも措置できてよかったです。じゃあ、もういろいろと気合が入りまくってのアタックだったんですね。そうですね、本当に、まあポール取れてよかったです。しびれました。さあ、清水選手、決勝、ね、予選日と一緒で熱くなりそうですけれども、どういうふうに戦っていきましょうかね。いや、まあ、ヒロさんと平中さんが抜群のアタックでポール取ってもらえたんで、まあ、逃げ切りが一番逃げ切りでいけたらなとは思ってますけど、はい、
はい、さあそれでは最後に、林選手、ファンの皆さんに向かって、力強い一言の方よろしくお願いいたします。いや今年ちょっとあの運のないレースが続いてたんですけど、あの今回はなんとかあのトップでチェックを受けたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。明日も快走を期待しております。 Z クラスのポールポジションシェイドレーシング GR スープラ GT4 エボの皆さんでした。決勝も頑張ってください。頑張ってください、はい。さあ今シーズン初開催となります STTCR クラス、見事ポールポジションを獲得されたのは97号車レーサー HFTP シビックの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれではドライバーの遠藤光弘選手、三井祐介選手、森山東成選手にお話を伺います。はい、改めましておめでとうございます。そして遠藤選手お帰りなさいということで、はい、ここからあのね、TCR、スタートということで、まあ、ご自身のアタックのこともそうですけれども、ニューマシーンいかがですか、乗ってみて。そうですね、以前のマシンと比べて全体的にやっぱり戦闘力が上がって乗りやすい、車に仕上がってますね、はい。でその上でご自身のアタックは満足のいくアタックになりました。そうですね、結構頑張んなかったんですけど、タイムがなんか出ちゃった感じだったんで、多分いろんなジェントルマンのドライバーなんか乗っても楽しい車なんじゃないかなと思います。またね TCR も増えていただきたいですからね、このマシンにもね。そうですね、いっぱいやっぱり出ていただいて、やっぱりあの競争力、競争のあるレースがいいかなと思います、はい。さあ AB ドライバーの三井選手ですけれども、コースレコードになりましたけれども、いかがだったですか、ご自身のアタック。まあ、そうですね、まあ、もともとやっぱり車が速いので、まあ、自分のアタックもまあ 90% で走れたと思うんですけど、まあ、それでミスもなく、まあ、走り切ることができて、まあ、無事コースレコード叩き出したかなというふうに思ってます。まあ、昨年のマシンと比べてもかなりいい感じですか。まあ、そうですね、やっぱりそのホンダさん、 HRC さん、まあ、安モータースポーツさんが開発して、まあ、それをチームがうまく合わせてくれて、まあ、素晴らしい車になってるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。で森山選手、レーシングカーとしてツーリングカーがもうほぼ初めてがこの TCR のマシンだそうですけれども、乗ってみていかがですか。そうですね、ホンダさんのシビックがいいと思うので、そのあんまりフォーミュラーとの差があんまり感じなくて、思ってた以上にその動きが結構クイックで乗りやすかったですね。FF 車ももちろん初めてだと思うんですけれども、 そこら辺のアジャストとかはいかがです。まあ、とりあえずは、まあ、最初は様子見だったんですけど、徐々に慣れてきて、ホンダさんの先輩方のドライバーたちにもいろいろアドバイスもらったんで、それを活かしながら頑張ってます。ちょっと話がだいぶ固く皆さん言っているので、さっき福山さん情報で森山選手、何か明日食べるはずのうなぎを今日食べて骨が詰まったそうですけど、それはもう大丈夫ですか。多分取れたんですけど、その傷が多分あって結構そのチクチクしちゃうなっていう、その遠赤とか乗るとやっぱ遠赤の響くんですか。ちょっと響いちゃってじゃあまあもう抜けたんで明日は問題なくということですね。多分大丈夫だと思います。はい、さあそれでは三井選手、最後に、ファンの皆さんに、明日の決勝熱いレースになると思いますけれども、一言お願いいたします。そうですね、FL5 の TCR が、まあ、日本で初めて走ると思うので、まあ、そのかっこいい姿と速い姿を見せられるように頑張りたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、注目期待あると思いますが、頑張っていただきたいと思います。STTCR クラスの、ポールポジションレーサー HFTP シビックの皆さんでした。決勝も頑張ってください。頑張ってください。さあ ST2 クラスのポールポジションインタビューはお帰りなさいということになりますね6号車新両オートディクセル夢住まい館エボ店の皆さんです。おめでとうございます。さあそれではドライバーの富松智弘選手、菊池康選手、大橋正純選手にお話を伺います。はい、改めましておめでとうございます。ポールポジションインタビューを1回だけお休みをして帰ってきましたけれども、はい、富松選手、はいはい、アタックいかがだったですか。アタックは良かったですよ。良かったけどポールを取っていいのかどうか悩んでます。前回ポール取れなくて結果どうでしたっけ。いいっすよ ね、 そういう感じでねでそれまでの10何回連続取った時はどうでしたっけ。ゼロ勝ですねでも前回もね225が取って、はい、勝ててないんですよねこれね。2クラスはポール取るなんて話ですかねこれ。いや平田さんに会うとダメなんです。そうです、そんなことないです、そんなことないです、そんなことないです
まあでもね、ポールはポールですから、はい、さあ、その、A ドライバートップのタイムの富松選手のタイムを引き継いで、菊池選手 B ドライバーでもトップでした、いかがだったでしょうかアタックの方。やっちゃった菊池選手もあんまり取る気なかった。あのね、一番福山さんにだいぶいじられたらしいんで、はい、ポール取る気な、あ、勝つ気ないのかと今回ここの新寮は勝つ気ないのかなって言ってたらしいんで、勝ってやるよ。でもさっきからなんか取りたくなかったとか勝ちたくなかったとか、なんか全然ポールインタビューらしくないんですけれど、まあでもね、でもポールはポールですからね。このジンクスを覆すために、はるばる九州までやってきました、はい、よくわかんないけどさ、じゃあ大橋選手、もうこのコンビの後で喋りづらいかもしれませんけれども、はい、明日どういった戦いでいきましょうかね。明日ですね、まあ、前回間違って勝っちゃったんでそんなことない、間違って間違って4年ぶりでしたっけですかね、はい、勝っちゃったんで、まあそのまま2回勝っちゃおうかなみたいな、うん、いけます、運次第です運次第、運次第、分かりました。我々おじさんはだいぶハンディいただいてますあ、そうですね、明日もね、225とエンドレスさんに90秒のハンディをいただいて、はい、これどうか勝てるかどうかっていう、まあ、勝たないと逆に申し訳ないん で、 そうです、ね、じゃあちょっとその意気込みをそのまま、はい、それでは菊池選手ファンの皆さんにお願いいたします。はい、まあね、暑くてターボ車は非常にきついでタイヤもきついんですけど、いつもオートポリスは結構ね、新竜レーシング噴水祭りが多いんで、オーバーヒートとかしないように、まあ、ゆっくりじっくりと、いきたいと思います。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 ST2 クラスのポールポジション、新竜オート、ディクセル、夢住まい館、エボテンの皆さんでした。決勝レースも頑張ってください。頑張ってください。さあ、 ST3 クラスです。見事ポールポジションを獲得されたのは38号車樋口ロジスティクスサービス RC350TWS の皆さんです。おめでとうございます。盛り上がっていますが、ちょっとドライバーの紹介あるからちょっと待ってちょっとドライバーの紹介あるから待って、はい、さあでは改めましてドライバーの尾崎俊介選手、ありがとうございます続きまして続きまして石森俊樹選手、Cドライバー鶴賀義行選手、そして石塚貴信選手に喜びの声を伺っていきます。あのちょっとだけ止まって、あのちなみに今あの悔しくて取れなかった39号車のメペが横から映ってませんけれども、ガヤ飛ばしてます。はい、改めましておめでとうございます。38号車の皆様、まあ、あの前回スゴーがね、あのクラスとしてお休みでして、24時間優勝からのこのポールと初ポールということになりました。さあ尾崎選手、どのようなアタックになりました？まあ、レースウィーク通して僕は調子がいまいちだったので、まあ、でもあの86レース経験されてお二方にいろいろ教えてもらい、もちろん39号車の富林さん、石井さんにもいろいろ教えていただき、まあ、うまくいくかなと不安だったところもあるんですけど、まあ、でも教えていただいたところをしっかりまとめられて、はい、一周まとめたらいいタイムが出せたので一安心でしょう。まあ、A ドライバーではあのトップということになりましたね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、それを引き継いでですね、B ドライバー石森選手、まあ、ドライバー B ドライバーとしてはあの2位でしたけれども、まあ、逆転されずに、はい、うまくそのリードを保ってポールということになりました。ご自身のアタックいかがだったですか？あの車自体が木曜日に搬入した時にちょっとエンジンのトラブルで走れなかったんですけど、マイク入ってますで乗せ替えてもらってだいぶ車の調子良くなって、はい、で今日は、まあ、納得のいく走りはできなかったんですけど、ジュイチさんが今日なんと誕生日ということで、はい、ワキさんがジュイチさんが今日誕生日、ジュイチさんのグローブとジュイチさんのシューズでなんとか僕は納得いく走りじゃなかったですけどボール取りました。さあ、鶴賀選手、お二人のアタック見ていかがだったですか？いや、もう安心して
見てられました、はい、まあ、ちょっと不安はあったんですけど、本番きっちり決めてくれるのを信じてたんで、もう全く問題なく、そう、まあ、今年同じ車でチーム内でバトルをやってたんで、はい、まあ、勝てて本当に嬉しいです、はい、まあ、ちょっとガヤで時間だいぶ取られているので、Dドライバーの石塚選手、はい、それでは決勝に向けてですね、ファンの皆さんに意気込みの方よろしくお願いいたします、はい、24時間に引き続いて2連勝いい流れ持っていると思いますので頑張ります、よろしくお願いいたします、かっこいい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ということでぜひ39号車の皆さんも含めてチーム一丸となって明日も盛り上げていただければと思います。 ST3 クラスのポールポジション樋口ロジスティクスサービス RC350TWS の皆さんでした。決勝も頑張ってください。来ちゃったもう39がさて ST5 クラス見事開幕戦以来のポールポジション獲得となりました88号車村上モータース松田ロードスターの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それではドライバーの村上博幸選手、吉田総一郎選手、有岡良平選手に喜びの声を伺います。はい、改めましておめでとうございます。鈴鹿以来の、2回目のポールということで、はい、村上選手いい走りだったんじゃないですか。そうですね、自分的にはすごくいい走りができたんですけど、まあ、昨日の専用枠と今日の朝とかのタイム見てたら、まあ、正直5番手ぐらいでいけたらいいかなと、まあ、みんなで話してました。なのでちょっとびっくりしてます。まあ、ご自身のじゃあアタック的には、まあ、会心のアタックだったけど、まさかここまでいいかな、いいとは思わなかったという感じだったんですか。そうですね、だから自分は、まあ、こんなもんかなと思ったら、はい、だからかえって順位聞いてびっくりしました。なるほど、まあ、そういう時が意外といい時もありますよね、はい、はい、さあ、そしてそのタイムを引き継ぎまして、吉田選手も B ドライバーではトップということで、ご自身のアタックいかがだったでしょうか。まあ、毎戦思うんですけど、まあ、まず村上選手が速すぎて、まあ、まずそこに勝てるのかなっていう感じでかなり緊張して挑んだんですけど、まあ、僕もまさかポールトップタイム出ると思ってなかったんですごい嬉しかったですね。まあ、じゃあ、ご自身アタックとしてはまあミスなくいいアタックはできたと。そうですね、まあ、かなりドキドキでしたけどなんとか決められました、ね、はい。さあ、有岡選手、さっき聞く前に前にいるダークミカンは何ですか。いつも一緒に D ドライバーとして出てもらっている岡本大地選手が、はい、確かにこれ岡本大地って書いてありますね。そうです、はいはい、今回韓国で向こうの方のレースに出てるので。なるほど、はい、じゃあちょっと分身という感じで、はい、監督のダークミキャンとして出てもらってます。はい、さあ、そんな有岡選手、レースの方はちょっと熱くなりそうですけれども、どのように戦っていきましょうか。そうですね、Cドライバー予選の時に決勝に向けてのテストも順調にできたので、もう決勝はもう僕ら3人で淡々とレースを進めていって、まあ、最後にトップに立ててたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。村上選手、じゃあ最後に、チームを代表して、ファンの皆さんに一言お願いいたします。そうですね、まずはミスなく走り切って、全員で表彰台乗れるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、韓国からのパワーも合わせて頑張っていただきたいと思います、はい、ST5 クラスのポールポジション村上モータース松田ロードスターの皆さんでした。決勝も頑張ってください。頑張ってください。